はいどうも、イエキティビングです。はい、ということで今回はニューセットアップということで、今回使うこちらのデッキ、ボガの新作になってまして、ちょっと今までとは一味違った高反発モデルということで、オンライン上で7月の19日19時から販売されるんで、もしよかったらチェックしてみてください。グラフィックも絵画でありながらポップな感じで、まあまさにね、高反発でポップと掛け合わせてきたという、そんな感じのデッキになってます。まあ、夏あるあるなんですけど、セミがちょっと本気出してきて、ちょっと場所選ばないとセミの ASMR みたいな、そんな感じの動画になっちゃうんで、壮大に海をバックにセットアップしていきたいと思います。デッキテープはいつも通りグリズリー。わ、めっちゃ可愛い、めっちゃいいやんこれ。ということでセットアップできたんで、軽く滑りに行きたいと思います。はいどうも、イエキティビングです。はい、ということで今回は PFJ スケートボードアカデミーさんの方にお邪魔させていただいてます。アカデミーっていうことでスケートボードの、まあ、学校なんですけど、まあいにく土砂降りっていうことで屋外のパークは滑れないんですけど、なんとね、屋内にもパークあります。今回は YouTube という名の権力のもと、屋内パークの方で滑っていきたいと思います。はい、ということで滑っていこうと思うんですけど、実はこの日のちょうど1週間前にもう最悪なことに右膝痛めてしまって、プッシュでちょっと踏み込んだだけでちょっと痛み走っちゃうぐらいの、何より今回スケボーで痛めたんじゃなくて、ただ走っただけなんですよ。そう、いや、まあびっくりしましたね。走っただけでまさか内出血するとは。ナイスナイス。
busy, gotta feel free sometimes. Right? Cause I'll make you, learn to make you stronger. If you believe it, then shine. Midnight, another day, she wants to stay with that girl.90cm のあの長いクォーターとフロントのグラインドでフラットまで降りるわ、流し切るみたいな流し切る、一番向こうで降りるおお、いやこんな感じで A クラスとか B クラス、C クラスっていうのがあって、このクラスごとにカリキュラムっていうのが変わってて、 A クラス全部できるようになったら B クラスで、 B クラスになると検定とかがあるんで、検定受けてもらって C クラスに上がっていくっていう、そんな感じでレベルアップしていくっていう形でスクールやらさせてもらってます。8月11日の水曜日から8月の15日日曜日までスケートボードの無料体験会みたいなのやってるんで、こちらもよかったら来てみてください。ありがとうございます。おお完璧です。いや、ノーカットですね。いけます、ちょっとええ感じに編集してください。